本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、ちょちゃんの通学路第12話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。いやー、最終回ですかー。 ちおちゃんもだいぶ今季の中では、まあ、個人的な意見ですけど、え、え、吸ついた。最後にこうやってね、最終話に憎い演出があるっていのいいっすね。まあ、あくまで個人的意見ですけど、ちおちゃんも割と今季の中では、いい位置につけてましたね。楽しい作品ですね。本当に最後まで。 まあキャラクターもいいし、まあその中でも特に最初はただのね、コメディ作品出てくるバカキャラでしかなかった。そしてなかなかね、時にはクズだったり、時に下品だったり、そんなキャラだった千代がどんどん可愛くなってってね。 なんか、うん。割と広いんじゃないかなーって思いますね。まあこれも個人的意見ですけど。今期の中ではね。時期どうするかみたいなことも考えてしまいますが、さて、いきなり、これ、<laughs> そうでしょうね。いきなりしようか。お、ほんで 千春何の用だあれで終わったんじゃないんだねえ家特定されてんじゃん <laughs> そうかもしれん宮本もだもんね宮本なんて名前のやつ ああ、いや、中の芸に、うん。なんか言い訳かもしんないけど、その、勉強の量までさ、中の芸をキープする必要ないと思うんだよね。なんで千代に勉強教えてもらいたいのまあそ、そおなんででも、超お嬢様、 こうだったよねいやわかんないよそう確かにねはるかに年上だからさ <laughs> 楽勝かなとも思うけどでも超そうそうわざわざね私立の進学校に行ってでそれが何か安藤さんと関係あるんですよねまゆたさんとねえ ああマークしてんじゃんえー、何でしょうレモンを売るしかないんじゃない <laughs> ああまずはレモンをお金に換える方法からですよね まあ、山行って、木チゴ取って、で、10個、10個50円ぐらい。いや、本当とだ、あんた。いくらでもあるでしょ。まあ、でも、いくらでもあるところを、こうやってミスリードして、商売に利用する人がいるんですよね。いや犯罪か。もちろん当たり前ですね。 それ稼ぐって言わないですね。まあこれドキッとした人多いだろうな。別に新しいビジネスである人はないよな。既存のビジネスでもいいわけだから。完全に考え方が犯罪者ですね。能力いる。 24時間以内か。稼ぐだもんね。今からでしょあ、これが今回のタイトルか。ちなみに、たったさえた、たった一つのさえたやり方って SF 小説なんですね。あれ面白いんですかなるほど。 ひな祭り方式ですか。でも一日歩き回ってね、6七百0 0円しかならなかったですもんね。うん。ただ厳密に言うと実はね、あの、ゴミも勝手に持ってちゃいけないのよね。特にこういうリサイクルになる。リサイクル可能な資源になるとね。 そうなのああまあねまあ重くはなる重くっていうか高ミストになるうん昔はねこれすっん 一応アルミとスティールの重さあたりの金額調べた方がいいんじゃないまあ細かい話ですけど。なんだ急激になんとなく打ち解けてきたな。<laughs> まあこれも本当はいけないんですよね。さっきも言いましたけどね。 ああ難しいですね。あの小説の方は別にお金稼ぐ話じゃないでしょう。知らないですけど。宇宙。宇宙に行く話でしたっけはあ、あ。やっぱそうなんだ。は <laughs> は10倍 <laughs> う。ジオ ほら知ったかぶるからハ竜 <laughs> までね当てずっぽで竜まで当てずっぽで竜まで言うからほんとだよやべ頭いいなこの。 まあそっかでもあれ書いて大丈夫かなでもよく受け取ってくれたねあんだけ文句言ってたけどね <laughs> まさかこれ嘘なきじゃねえだろうな 甘いな甘いよ千春おうなんだなんだあれでも受け取ってもらえるんだなははは まあ確かに。費用対効果で考えると、行列に並んで割引品を買うっていうのは、あんまりね、相殺されてしまいそうな感じもしますね。なんでもらうとか、おああ、なるほど。商売代を売るという、 食材をオークションにかけるという、なるほど。うん。なるほどね。サービス業を即席で立ち上げるっていう手があったね。やっぱり私は本当に商売の才能がないな。すげえな間違いないけど、すげえというよりはやべえやつだね。 何ブツブツ言ってんの <laughs> それはねせそれは代金授受が成立する前に交渉していかないといけませんわ <laughs> まあいいけどね別に交渉するのは自由だからさ ほんとだよ。ほんとだよ。いや、千春がね、まともすぎて、ま、ちょっと行かれたところもあるけど、千春がしっかりしていすぎている。ああ、そっか。なんでやらないんだろうね。ああ。ああ、ああ、ああ。 ははは、<laughs> 絶対あんじゃん。まだ残したんだ。やればいいのにね、絶対面白いと思うんだけど。うん。ああ。うん。聞いたことあるな、ストリーキングって。いや。 どの時代にもね、馬鹿いるんですよ。ああ、そうだった。おう。なんでいや、わからん、発想がわからん。まあ、ただのロス、ロス教というか。 でも部屋で裸なのと外で裸になりたいのって繋がってんのかな繋がってる人もいるし、別れてる人もいるかなでもね、部屋で裸の人って言いますよね。うん。そういう、そういうスタイルの、 そういうスタイルで普段生活している女性声優さんの話を聞いたことある誰とは申し上げませんがでもいるんですよねうん なんかそのアスリートとして鍛えた体をみんなに見てほしいというか、その、努力の成果を数字だけでなく見た目でも見てほしいとかそういう願望かと思ったけど、ただの露出通なのかなわかんないけど。 またこいつ助長しようとして、<laughs> こう、こう言ってんのか。別にそこは、もう、今更嘘であろうはなかろう、どっちでもいいわ。貴様の言うことは。んなんだ急に、細川さんが。 お父さんおかしいな。お急に細川さんが。あこうやってね、あの、良さそう、人の良さそうな人の甘いところにつけ込んでね、なんか企もうとすると、急にしぺ返し食らったりしますよね。 アホだこいつドツボじゃんうん。やってもらおうじゃねえかバかだねえどさくさに紛れてというかとっさにもうちょっとうまいこと思いつかなかったかねマバナナの頭だったら バカだね。ま、あ投稿の間とはいえ何があるか分かんないっすよ。ははは、なんで急。<laughs> ええ、意外。細川さんがマナナをこんな風にもてあそぶとは。 よっぽど裸仲間ができたのが嬉しかったのかなんか無理やり理由つけてる気がするけどまあでもなんか気分は変わるのかなよくわかんないけどねあのストリーキングだってねただ裸になりたいだけの人も絶対混ざってるでしょうし 抗議活動とかやってるけど何が抗議になるのかよく分かんないし <laughs> なんだよねえなんか一足先に新しい世界に行った人みたいな態度 <laughs> なんかこのレトリックは嘘を思い出すからやめてほしいんだよな。いや、あかんぞ、千代。流されてはいけない。そうですよ。うん。 うんうん <laughs> もうそれ言うとマナーもエチケットも全部自爆だなああこれ急に冷静になったら本当 タバコの時と同じで後悔しそう。はぁ、ほんにもう。最終話までとことんアホな連中だったな。唯一まあまあまともだと思ってた細川さんが今回一番その狂気を先導するとはね。でまたやべえ奴がお出ましだわ。ほんとバカだね。 最悪だよ。<laughs> チ<ルラ> <laughs> そんなこと言ってる間に、全力で逃げた方がいいと思うよ。会話してる場合じゃないよ。本当にね、画廊の前に、下ごしらえ完了した、羊3匹ですよ。 まあそうです、ね、最悪だよえっここでやんのしかも3対1まあ3対1でも関係ねえよなっていうか今すぐパンツはいた方がいいと思うは <laughs> ああ極まったな今回 おいや <laughs> でもよくあれで逃がしてくれたな当たり前じゃんがよほぼわざと見せてんじゃねえかっていうそらそうでしょうねなんだ <laughs> はいや、違う違う。あのー、前科つきますんで。はぁ、恐ろしい。誰かちょっと、細川さん、見といてあげてほしいな。んうん。 何あありがとうございます何の予告 <laughs> ということは2機あるんですよね期待していいんですよねえなんだこのランダムな 知らない人だしこんだけことごとく全くつながりのないというか脈絡のないシーンがあったり新しいキャラが出てくるってことは本当に2期あるんですかまあ期待したいけどねまあこれ他のリアクション動画で申し上げましたけど 二期を期待させるだけじゃなくて、噂レベルじゃなくて、確保が出ても、あ、これか、指折った。これはこれで見たいしな <laughs> 普通ね、あだ名と名字逆ですけどね、これは通じないだろうな。確保があっても、潰れた二期あるもんね、というかね、潰された二期が。 うん。この時は本当に <laughs> <laughs> <laughs>。NG 集でね。なんかね、映画っぽい演出多いっすよね。この作品。ちなみに NG 集って、 英語圏ではブルーパーズって言うんですよね。細かい知識ですけど。あ <coughs> 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 まあなんかこれはうん。 懐かしいなぁ、すごい。あの、実写映画じゃないから、実際はこういう NG 集というか、ボツカットはないわけじゃないですか。それをわざわざ作るっていうんで、例えばですけど、モンスターズインクとか、わざわざね、その、もともとはなかった NG 集をわざわざ作って、ね。 そういうサービス精神の、そういうサービスパートがあったりしてね、そういうのを思い出しましたね。あれこそが本当のファンサービスだと思うんだが。いやー、やばっうん。なかなか今回はもう、なんて言うんでしょうね。この三人の暴走が、頂点を極めましたね。唯一まともだと思ってた細川さんが今回一番ヤバいやばい奴だったな。まあでも、 私が気にしてて、で、まあ、前々からうるさくというかしつこく申し上げてました。あの、チオと安藤さんの中はどうなるんだろうな、みたいなね、ことは、そのままお預けになりましたが、まあ、終盤の方の演出でも、多分あれは原作から持ってきてるんでしょうけど、ああやって出たってことは、まあ、予告とは言ってるけどね。うん。まあ、カセだったら、ああいうのを見ても、あと遊び遊ばせのあの、二期決定ってポスターに書いてあるのを見ても、 お2機あるんだってかなり期待は盛り上がったところだと思うんですけどで私も相当期待したでしょうけどでその時も申し上げましたけどやっぱああやってね2期が確定したっていうね公式からの確定のアナウンスメントがあって円盤の帯にデカデカと印刷されたりわざわざ「2期確定」ってポスターにすってであちこちに掲示されたりしてそれでも。 アニメ史上類を見ないほどの二キが消滅した作品を見てきた身としては、うん、確保でも信用できないというね。やっぱ疑心暗鬼が植え付けられてしまったな、あの事件で。と思うんで、まあそんなこともあるんで、うん、まあそれはぜひ欲しいというか、あったらもうそれに越したことないんだけど、ああいう事件の余波の一つとして、こういう二キを期待させる演出があっても受け止める側としては、 若干信じられないというか、かつてほど盛り上がらなくなってしまったんじゃないかなと。そういう意味でも罪深い作品というか、そういう意味でも罪深い二期の潰し方をしたと思うんだよな、あのプロジェクトは。なんてね。まあ、いつまでぐちぐち言ってんだって話ですけど。まあ、そんな感じで、千代と安藤さんのね、行く先は気になるところですけど、これ原作の漫画はもうね、連載完結してるんで、読もうと思えば原作読めますし、 で、まあ、できればアニメで見たいんで、しばらくは待とうと思いますけど、どれぐらい待ったらその判断を下すのに最適かな一年半ぐらいかな円盤の売り上げがだいたいこんなもんだろうという、円盤の売り上げが落ち着いてきて、で、これ以上は売り上がるんだろうという時期になって、で、それが決算にの、決算に含まれて、会計が出て、それが、 委員会内での判断にかかって、で、投資が、投資に対してどれ、どの程度回収されたかがそこで判断されて、で、2期あろうか、どうかが話し合われるとなると、まあ少なくとも半期じゃ足んないから、まあ1年半ぐらいですか。1年半ぐらいは2期が作られるかどうかの判断にかかりそうですよね。早い作品は早いですけどね、早い作品はもうなってね、あの、 まだ一期やってる間にね、二期のアナウンスあったりとか、まあそれはそれでね、そうやると、あの、ファンが繋がっていやすいですから、まだファンが集まってて知らないうちに二期ってアナウンスできればそれに越したことはないんでね、そういう作品はありますけど、まあそれはもう一期作る前にほぼ二期が決まってる場合ですよね。あとは邪心ちゃんみたいにもう円盤の売り上げ次第ですって言ってしまうパターン。なんかそれはクラウドファンディングに近いような感じですけどね。 なんか今回の話全体的に見ると、なんか最終回だから、そのクライマックスになるというか、そういう盛り上がるというか、なんでしょうね。うん。シリアスなエピソードでもなかったし、なんか特別、まあ特にこの作品は、ね、あのシリーズかけて追っていたテーマというか、目標もこれといってなかったですし、まあそういう意味では当たり前かもしれませんが、特に大きいテーマに決着がつくというか、 これは当然ですけど謎が解明されたとかそういうこともなくなんかこれまで通りの延長というか今までの千代ちゃんの通学路がそのままそのまま続いていくようなそんな感じでしたねだからそういう意味ではもう一回ねこのまま2期に接続されても違和感ないというか断絶感がないそんな最終回でしたねいやーまあでも面白かったけど面白どんなに面白い作品でも最終回ってのはやっぱり寂しいですね2期じゃないや次期 何見ようかなーなんてそろそろね。まあみんな10話ぐらいで、10話ぐらいでみんなそろそろぼちぼちね、次の来期の作品のラインナップを見たりして、で、検討し始めるでしょうけど、まあ私も来期の一覧見たりしてるんですけど、来期はね、今のところですけど、すごく多いんですよね。ただこれは、あの、結構ね、 そのタイトルによって取り扱ってる会社が違いますからだから放映も配信もバラバラの時期でバラバラの媒体で特に今回はそのバラつき具合がバラつきの幅が大きそうなんでもしかしたら開始時期がばらけるかもしれませんが今のところ検討してる作品は今までで一番多いですねなんですけどなんか配信ウェブ配信がされなそうな 作品がちらほらあるんで、もしかしたらそんな事情で、今のところは多いけど、少しずつ減っていって、実際に配信が始まる頃になると、今期と同じか、それぐらいになりそうですね。それぐらいになる可能性もありますね。アニマエールとかリリースダスパイスぐらいはもう確実にウェブ配信されるでしょうから、その辺は多分間違いなく見ると思いますし、すでにもう配信用のチャンネルが開設されている作品もありますから、 ヒモテハウスとととかかグリッドマンは見るんんじゃないかなみたいな。いいみたたまあ、今のところぼんやりとした予定ですけどね。だから今季はね本当にシーズンオブコメディって感じでね本当に良質のコメディ作品が揃い踏みしましたがその中でもチョウちゃんは私が見てる作品の中でもかなり好きな作品ですしでコメディ作品がこれだけ並んでる中でねかなり人気の作品であると思いますがまあでも今期のアニメ全体で言うと わかんないど,どのぐらいなんすかねうんって感じですけどね。でなんか今回もそうですし前回前話もそうでしたけど前回もそうでしたけどやっぱりあの3人というかほぼこれはねあのリアクションとか見てるとやっぱり同じように言ってる人がいてオープニングとかでもそうですけど千代とマナナと細川さんを入れた3人が主人公なのかなと思ってたら意外と細川さん出なくてね前回とかもそうですけど。 割とシリーズを通して千代とマナナが中心になる話が多かったんですね。だから、細川さんファンとしてはね、寂しかったでしょうけど、ただそれが今回は、もうおもろに細川さんが主人公というか、細川さんが中心に、いろいろ引っかき回されていく、ね、意外でしたね。細川さんがそこまで同変態だとは、結局全員変態ばっかりかっていう話なんですけど。で、前回は、千代がまた、ね、ゲームで出んですけど、で、このゲームでさ、あの、 まあ私、特にゲーをやらないんで、ゲーム全然やりませんし、その中でもゲーの知識はね、ネットミームになってるような、ね、そのネタは入ってきますけど、全然知識ないんですけど、これがペイデイだって、やっぱみんな気づいたでしょうね。私も、もし邪神ちゃんで出てこなかったら知りませんでしたけど、これが出てきた瞬間、ペイデイ、これペイデイだろうって思いましたけど、でも本当にゲーム詳しい人から見ると、これは 厳密に、まるまるペイデイではないらしい。別のゲームかなだったか、別のゲームの要素も入ってるミックスだったか、したみたいですね。なんかそんなことをおっしゃってる人いましたね。ゲームに詳しい人で。で、これでね、あのー、まあ最初は仲間と一緒に銀行強盗するのかみたいなね。それで私は、おやおやペイデイですかみたいなね。知ったかぶりましたけど、じゃあ邪神茶に出てこなかったろお前、まあ、知らなかったろって話なんですけど。で、あのー、仲間を裏切って、 その盗んだ金を一人でがめるっていうね、なかなかだなそんなことできるゲームあるんですね。まあそういうところも含めてのスリル。そういうところも魅力の一つというか、自由度の一つとして売りになっているゲームなんでしょう。そういうゲームが本当にあるのか知らないけど、でもそういうシステムが本当にあるゲームは別に普通に存在しそうですね。なるほどと。で、大金をがめて、で、お母さんの接近に感づいて寝てたふりをするんですけど、 その間に殺されてないか確認して、で、大金をがめると。意外ととんでもないですよね。でまあ大金、ねこれ、あの、押井監督の作品でアヴァロンってありましたけど、あれはこの、ゲームで得た金が実際に使えないのは理不尽じゃないかっていうね、いう発想から生まれたゲームらしいんですけど、まあ、よほどね、有名で、そのプレイヤー自体にみんなが投資をしてもいいと思うぐらい、プレイヤーに課金するっていうシステムがあって、 でそこで本当にねヒーローとかヒロインとしてみんなの人気を集めてお金をお金を取れるプレイヤーがいれば別ですけどそのゲーム内でのお金が実際に現実世界で通用するためにはその分のお金誰が払うのってことだしそれがお金に使えそれが支払いに使えたとしてよっていう話なんですよそれを誰が立て替えんだっていうねあのゲームから無尽蔵ゲームの中から無尽蔵にお金がチャリンチャリ出てくるわけじゃないですから。 そのゲームが中央銀行と提携していて <laughs>、中央銀行の通貨発行の一形態としてゲームの、ゲーム内で得たお金が現実の支払いでも使えますよみたいな、そんな政府と中央銀行と財務省と連携してでもいない限り、提携というか、ね、もうそう、そうするとね、もうそのための法律を新たに国会で立法して通過させないといけなかったりしてね、とんでもない 壮大で大規模なシステムの構築が必要になるんですが、まあそこまですればいいけど、そうじゃない限り、まあウェブ上で個人が配信するコンテンツ、あの、今回出てきたゲーム実況で稼ぐじゃないですけど、そのゲーム実況のに似た形でゲームプレイで個人で稼ぐしかないですよね。まあ投げ銭システムとか、そういうのと一緒で。だからそういう意味で完全にゲーム内の通貨がリアルと連動してれば別ですけど、そうでない限り、 ゲームの中でその現実の通貨と断絶した形で勝手にゲームが発行しているマネーが通用、それが現実に帰ってきて通用するということはありえないし、それを実現するには膨大な手間がかかるし、それを実現しようという法案を通さなきゃいけないですから、その法案を、そういう法案を提案しますと言ってる政党に支持が集まって、で、国会で過半数なり3分の2なり、 まあこれはその国の国会のシステムによりますけど、そのぐらいの数をね、だから相当な国民の中の少なくとも半分以上はそういう法案を通したいと思って、ゲーム内のお金が現実に使えたらいいのにと思う人がたくさんいればね。で、その通貨の信任を担保するための継続的運用が可能なように、その通貨の信任、通貨の裏付けをどうするのかっていうことまで考えて、将来まで見越してシステムを構築しないといけないとなるんで、相当実現は難しいと思いますね。 まあ、仮想通貨みたいなね、みんなの信任。あの、みんなの合意だけが信任になってるっていう、そういうものもありますけど、だから国家政府がその信用担保してる場合とか、みんなの合意が信用担保してる場合とかね。だから仮想通貨とかまあ、そんなこと言ったらね、株とか、他の有価証券もそうですけど、ある日突然紙切れ、ある日突然実体のない空想な数字の羅列に変換、変化して、 で価値ゼロになる可能性もあるんでまあ、流動性は高いですから、そういう意味でね、資産運用とか、いろいろアンダーグラウンドマネーをロンダリングするとか、現実に使えるようにするとかいう、そういう手段の一つとしては、割と使われますけど、ただね、本当に、ある日目が覚めたら価値ゼロになってましたなんてことも起こり得る。まあ、そんな感じですね。まあ、なんか、そのね、通貨の話 <laughs>、地方が、なんだっけ、7億円でしたっけ円にして。 これをわざわざね、円にするところはね、600万ドルでしたっけ ?600 万ドルゲーム内で獲得して、それで、それを円に換算してどうすんだって話なんですけどね。永遠にできないしね、両替。まあそんなことをして円だったらいくらみたいなことで夢を見てしまう。まあなんか、可愛らしいと言えなくもないですけどね。そんでゲーム内でこんだけ稼げんだから現実でも稼げんじゃないかみたいなアホな発想でね。本当にね、まあいいんだけどね。まあこれは、 まあ回答者にバカにされてたし、で、チュもショック受けてましたけど、まあでもこういうバカなね、検索とかしますよね。リアクションでもありましたけど、実際に、まあ例えばゲームから、ゲームに感化されて、銃はどこで手に入るんだとか、この国でどんな銃だったら持ってても合法なのかみたいな、そんなことを検索したりするやついるよね、みたいなこと言われてたりしましたし、まあそんなこともありますわなって感じですね。で、このゲーム内でメデューサ状態だったチュが、 でもこれ賢いっすよね。結果はアホなことになりましたけど、あの、なぜ、うん。その、紙袋被ってて自分だから、自分だとわからないからオッケーみたいな。まあ、それは、なんかね、変に目立つことに関してビビリな千代にしては、それはそれでなんか度胸あるというか、それ目立ってるよねっていう話なんですけどね。まあ別にいいんだけど、自分だとわからなきゃいいのね。でもね、うん。今寝るとやばい。でも起きてると睡眠不足。 じゃあどうするかとなったら、まあ通学途中のどっかで睡眠を取りながら友達に拾ってもらうっていうのは割と、うん。これ賢いよな。これ使えますよね。何気に。これもしね、だって、まあ似たようなシチュエーションになることはもう誰しもあると思うんで、もし、うっかり何かしらの勘違いとかで異常に早起きしてしまってさあどうしようみたいな時はこれ使えるな。で棒でぶん殴られて頭痛になるけど、 寝不足と勘違いすると。うん。まあそういう結果はほなことになってしまいましたが、なかなか発想としてはいいんじゃないでしょうかっていう。で、このアポクリね。いや、なんかね、本当にただの偶然なんだけど、なんで今回というか、今シーズンの作品はアポクリン戦で3つの作品が繋がるんですか <laughs> 遊び遊ばせではアポクリン感染で、働く細胞ではアポクリン戦で、千代ちゃんではアポクリで、 なんで今回それが3作品をつなげるキーワードになってんのたまたまこの言葉が3つの作品に同時期に出ることってあるかねなんかね、これはいろんなコメントとかリアクションでも言われてましたけど、まあ、千代ちゃんから他の2作品を思い出したり、別の作品からまた他の2作品を思い出したりしてる人がいて、結構ね、この偶然の一致には気づいてる人が多くてね。なんか本編の内容とは全く関係ないし、制作した、制作側から見たら何の意図もしてないんだけど、 本編の内容とは全く無関係なところで、そこでなんか変な面白みというか、おかしさを生んでましたね。この三作品はセットで見てる人多いですしね。で、この脇の匂いをめぐって、またこの二人のね、もう、この二人は何かあるために、全く不必要な大騒ぎに発展するんですね。この二人の間に何かあると。ちょっとでも何かあると。ただこれはすごくうまいなというか、結局、種明かしされた 最後に種明かしされた時にものすごく腑に落ちたんですよね。なるほど、そういうことかと。まあ、ここまでね、決着するまで、真相が明らかになるまでのバカ騒ぎは、さすがこのコンビだなと思ったんですけど、でもね、あの、うん、あそこで明らかになった時は、すごくなるほどと思いましたね。で、ま、あこれはもうほぼ、もはや誰も気にしてないし、そこにこだわる要素も特にないんじゃないかな、という感じになってきましたけど、その、マナナが千代のこと好きなんじゃないか、みたいな、 小ささな疑念は、まあ、前回でほぼ払拭されましたかね,なんかねあのー、まあこれしつこいですけど私が特にねしつこいんでしょうけどこんなこと気にしてる人他にほとんどいなかったからその点から今回じゃないや前回の話も私割と見ててそのバナナのチョに対する態度とか言動とかあと特にそのバナナのモノローグモノローグは本人がどう思っているか本心からどう思っているかを 知るための大きな手かかりですからそこに注目して見てたんですけどマナナは一体地をんだと思ってんのかなと思って見てたんですがまあそういう意味で好きなんじゃなくてまあよく子供の頃からずっと一緒にいるこういう2人の関係だとありがちなまあやっぱ自分の相方というか相棒というかそういう感じで好きなんだろうな特にこの2人はねお互いに小さい頃からべったりだったんでしょうから2人で一緒にいろんな経験をしていったり遊んだり。 いろんなところに出かけたり、常に二人で一緒に何かする、そういうパートナーというか相棒というか、そういう意味での好きなんだなと。まあそうなんじゃないかなと前回で思いましたんで、まあこの件は多分これで、さたやみでしょう。そういう意味でのこの二人の絆であると。ね、別に、マナナはチオのことがそん、チオにそんなに恋してるわけじゃなくて、まあ前も言いましたけど、自分の一部、お互いに、お互いが自分の一部みたいな感覚なのかなと。 あんなね、自分に気があると思い込んでる男の子がいてで、その子にその男の子に告白されなかったことが衝撃でで、それがその原因が自分じゃなくて地方にあるみたいなそんなこじつけをするぐらいなんだから普通に男の子に恋するというか男の子と恋愛するそういう可能性もマナーにはあるなるほどなるほどとそんなことが前回で分かりましたというかはっきりしましたね。そう、だから前回あれですね、本当にこの作品を通じて、 以前にも申し上げたかもしれないですけど結構ああやって途中で細川さんですらそうなんですけどいろいろ出てきたキャラクターがまた再登場したり毎回のようにしょっちゅう出てきてワイワイっていう感じじゃなくて結構千代だけで出てきても千代とマナナのコンビでずーっと話が進んでって特に前回なんてね他のキャラクターはちょろっとしか出てこなくてひたすら千代とマナナのコンビの話でしたもんね意外ですね 意外なんだけど、この作品は、そういう特徴もあるんですね。途中の、何話だったか忘れましたけど、途中のエピソードでもね、結構、1話丸々がっつりチオだけとか、チオとマナナだけとかの回ありましたもんね。そう、そのままスーっと。まあ、最後にね、細川さんとか、後藤先生とか、篠塚さんも出てきましたけど、そのままほぼ、チオとマナナの、チオとマナナだけの話でエンディングになると。そんで、今回ですが、まあ、今回は、まあ、今回はなかなかでしたね。 さすがだなと。もう最終回だからやりたいこと全部やりきったようなそんな感じでしたけど、後半のインパクトが強すぎて、前半の千春と千代の話が薄まるぐらいでしたけど、やっぱりこれはある意味でこの作品なりの最終回ならではのクライマックスだったのかなーっていう感じですね。普通の、普通の作品だったらね、もっと感動であったり、大事件であったり、大きな問題が解決されたりとかね、そういう感じなんですけど、 この作品ではもう本当にひたすら徹底的にとんでもないバカ野郎どもの大騒ぎというかドタバタというか暴走が描かれるのがまあこの作品なりの最終回なのかなとまあそんな感じでしたけどねまあ確かにすごいっちゃすごいっすわまあ最低っちゃ本当にもう今期の作品の中でも本当に最低の最終回でここまで落とすかと最終回で土底辺まで落として締めるというねそんな話でもありましたけどまあでも前半のねうん 千春と千代のこの話だってこのやり取りだって結構なかなか濃密でねネタが詰まってる話でなるほどーと思いましたね最初はねなんかその食べ物を売るそのレモンをお金に換える方法からのもう本当に何の工夫もないドストレートな連想でしかないんですけど果物を取って売るとかで空き缶売るのもねまあ悪い話なんだけどそれテストの答案として書けるほど。 ちょっととね法的にはギリギリリいうかグレーな手段ですよねでそれがサービス代行になるとサービス代行というか代行業を即席で行うことによるサービス業かなるほどと綺麗にねこうやって振り返ってみると実に綺麗に繋がってるしオチまでの展開見事ですねでそこでねちゃんとものの見事に一応のなんというかバカさ加減というか子供相手に見え張ってで知ったかぶって で、なんかね、当てずっぽで、さかしらなこりくつまでこじつけてね、まあ、千代のキャラクターがそこで浮き彫りになって描かれるというね、実に見事な前半ですね。これはこれで振り返ってみると。後半のあまりにもお下劣なエピソードのインパクトが強すぎたせいで、インパクトは詰まってますけど、改めて考えてみると、実に賢い、うん、賢いエピソードですね。で、後半のひたすらこの、もう、最低な、最低に下品な、 バー騒ぎそしてその冷静に客観的に考えてみたら明らかに行かれた価値観なんだけどその小さな集団の中で多数派を獲得してしまったがためにそっちが正常であるかのように見えてしまうという少人数の集団内でおける狂気の暴走の典型例みたいな話でしたけどまあただそれにしてもまあしつこいですけど細川さんがそこまで行き切ってるド変態だとはねそういう方面の変態ぶりで言ったらこの中で一番なんじゃないかな。 まあ、あとでくしとり先輩が出てきてねそれ、それを上回るんで、とんでもない連中が、さらにそれに上乗せされるぐらい、暴走に暴走を加えていくんですけど、それをさらに上回る、最上級のやべえ奴がここで現れるかと、最悪な状況で最悪なド変態が投入されるという、忘れてましたからね、そんな、可能性を。三人ともが、狂気の暴走のせいにノーパン状態になって、ここで、ね、通学中だけとはいえ、何が起こるかわからんぞ、みたいな。 いろんな可能性があるぞと思ってたんですけど、そのいろんな可能性の中で最も最悪な状況、最も最悪な可能性を忘れていましたが、ここで再びクシトリ先輩が登場と。だって予告にも出てたしね、常に女の子を狙って、まあそんなことしてるかわかんないけど、印象としては、想像としては女の子を狙って定期的に街を徘徊してんじゃねえか、この人は、と思うような、この状況の中で最も最悪な人物の再登場という感じでね。 もう絶望しかない状況ですけど、よくあれで逃がしてくれましたね、シュトり先輩。トイレに行こうと思ってるんです、つって。あれで逃がしてくれるとは。で、そんな風にトイレを我慢している女の子も、シュトり先輩にとってはごちそうでしかない。いやー、さすがですね。うん。なかなかな。でも、そのド変態ぶりでは細川さんもいい勝負だと思うんで、恐ろしい。だって何気にね、あの、チオとマナナはそんなにエロい方向では変態、今のところ出てないだけかもしれませんけど、 そんな変態なところは見えてないですもんね。出てきてないですもんね。で、これが嘘予告となるのか、実際に後に2期が決定して、これが本当に予告として機能するということになるのかどうかね。まあこれはさっきも言いましたけど、あんなに極悪非道な2期の潰され方をした作品を見ているアニメファンはすごく多いですから、 この2期がどうなるかみたいな話題になると必ずそのトラウマが蘇ってきてで素直に期待を持ったり素直に喜んだりなんなら2期のために円盤買おうみたいな消費者の動向もすごく冷や水を浴びされたというかもう凍てついたというか凍りつかせて粉々に粉砕されたようなそんな消費者の円盤に対する購買意欲もコッパみじんに吹き飛んだと思うんですよあの2期の潰し方は。なんでね2期と聞くとその古傷がうずいたり。 素直に期待できなくなったりしてる人はすごく多いと思いますね。なんで、今回のこの2期もね、そりゃ欲しいっすよ。あったらどれほどいいかと思うけど、ね、今期の中でも、まあでも今期見てる私が見てる4作品って全部好きだから、全部2期欲しいんだけど。<laughs> まあでもそれぞれの作品が、少なくとも3作品は2期をほのめかしているんですよね。じゃ、新ちゃんは円盤の売り上げ次第ってもうはっきり言っちゃってますし、で、 遊遊び遊ばせはポスターに書かれてで千代ち,ちゃんは本編内でよくそしてあのねわざわざ NG シーンを作って入れるというね。 まあこれは本当に構成上をあそこの中途半端な尺に入れるのが難しいネタしか残ってなかったのかもしれないですけど、まあ実際に尺埋め、尺稼ぎ、穴埋めだとしても、じゃあ穴埋めで何やるかってなったらなかなか最近使われてなかったアイデアですもんね。ねえなんかこれまでのシーンが振り返れるのと同時に、そのキャラクターたち作品内で、本編内では見えてなかった。 なるほどねみたいな作品内では描かれなかったというか表現されなかったちょっとした立ち居振る舞いというかそんなところもねわざわざ作ってここで描かれるというね穴埋めで何やるかとなったら悪いアイデアではないと思いますねここでちょっとしたねおまけ的なお楽しみを視聴者に提供してでこの予告も含めてですけどそんな最後に視聴者に楽しみと感慨深さを残してで閉幕すると。 なるほどねまあ寂しいですね本当にうんまあしょうがないんだけど毎期毎期同じ思いするわけだからだってじゃあ24はあったらいいのかとかねまあわがままではあるんですけどまあそんなこと言ったらきりがないですからねうんファンのわがままには再現がございませんその中で制約が多い中で12は濃密な面白いエピソードをたくさん提供してくれてねでキャラクターもすごく まあ、ド変態の揃い踏みではあるんですけど、やっぱりそれぞれ見ていくうちに愛着はどんどん深まっていきましたし、で、最後の方にね、ちょっと意外でしたけど、チオがすごく可愛く、愛おしくなっていって、で、そこでチオがたっぷり出てくるエピソードが2回連続であって、で、ドタバタワイワイして、で、みんなで大騒ぎして、閉幕くという感じでね、なんか本当に今季は明るいシーズンでしたね。うん、笑いに満ちた、笑いに溢れた、みんなを笑顔にできた。 そんなシーズンだったんじゃないかなと思いますね。その中でも、すごく大きな力を発揮した、ちょちゃんの通学路第12話最終回でございました。うん。まあ寂しいし、大変名残惜しいんですけど、とにかく、まあ毎回ですけど、2期に期待しております。そんな感じで、ちょちゃんの通学路第12話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。